疲れ様です。今日はちょっと疲れました。今日は生クリームメーカーをご紹介いたします。中身はこちら、これ1分シェイクするだけで生クリームができるというものです。少々お待ちを。お待たせしました。具材はこちらのガラス瓶と蓋、そしてこちら、こちらだけ入ってます。こちらだけで生クリームができるというものです。さてここにこれ、そしてホイップクリーム用意いたしました。生クリームとホイップクリームとどう違うんだ、よくわからないです。暑いですよね。残暑厳しい折です。ホイップクリームこちらを開けます。開かないです、開けられないです、私下手です。よいしょ、開きました。それでは入れます。ドク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 、すべて入れ終わりました。よいしょ、それでは蓋をいたします。これで1分2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。てるんじゃないんですか、まだ立ってないんですかね、どれぐらいですかね。全然変わる様子がないですけど。本当に1分でできるんですかね。私とても今日は疲れてるんですが、頭痛もするんですが、全然できた様子ないですけど、どれぐらいシェイクするんですか。説明書取ってきます。説明書わからないっす。女性のあれでは無理ですか、女性の力では無理ですかの。1分もう経ってんじゃないですか。1分って書いてあるです。魔法のボールを入れてシェイクするだけと書いてあります。ジャブジャブ言わなくなった。ジャブジャブ言わなくなりました。何が起こったんですかね。もしかして、もしかして、2分経ってます。開けてみます、開けてみましょうね。トロトロ見えますか。トロトロです。何か、スプーンか何か持ってきます。スプーン取ってきました。こちらこうですよね。こんな感じになってます。見えますか。はい、甘くない。こう砂糖混ぜなきゃダメ。わ、すごい、中の方はこんなに濃厚になってます。このまま冷蔵庫で冷やしてもいいそうです。ほら裏返って、中身見せますね。中身こんな感じです。でこういう風になってます。裏返しても落ちません。これ何をして食べましょうか。これからお菓子作りいろいろとチャレンジしていったら楽しいかもしれないです。魔法の瓶と魔法のボトル、1分でホイップクリームができますよという代物なのですけれど、2分かかりました。女性の力では1分というのは無理なんでしょうかね。はい、こちら美味しそうな生クリームができました。生クリームシェイカーご紹介いたしました。いいですよね。このまま冷蔵庫に冷やして美味しくいただけます。はい、今日も皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と
グッド評価をよろしくお願いいたします。また明日も生クリーム特集でいこうと思います。バイバーイ。